白雪姫と七人のコビとあるいは、白雪姫の願いは、世界のディズニーパークにあるアトラクション。白雪姫と七人のコビとあるいは、白雪姫の願いは、ディズニー映画、白雪姫をモチーフにしたライド型アトラクション。コビとのベッド型のトロッコのライドに乗って、動作の物語をたどる。東京ディズニーランドのもののみ、アトラクションの英名に、 スケアリーの言葉が入っておらず、和名も他と異なっていたが、ディズニーランド版も名前が、白雪姫の願いへと変更されたため一掃された。アナハイムのディズニーランドのオープンと共にオープンしたアトラクションの一つである。当初のバージョンは、ゲスト自身が主人公になった気分になることをコンセプトに作られていた。つまり、ゲスト自身が白雪姫であるため、白雪姫が、 全く登場しなかった。しかし、このコンセプトは、ほとんどのゲストに理解されず、なぜ、白雪姫が出てこないのかという疑問を持つゲストが多かった。そこで、1983年の、ファンタジーランド全体の大改修の際に、白雪姫が出てくるように変更された。ただし、白雪姫の視点で物語を体験するという、基本構造に変化はない。 これは他のパークのものにも引き継がれている。オリジナルのスノーホワイト S ス,スケアリーアドベンチャーズというアトラクション名称からもわかるように、どのパークのものも内部は暗く、魔女や城塞、洞窟、暗い森などを中心とした怖くて不気味な内容となっているが、アトラクションの始まり方と終わり方はパークごとに微妙に異なっている。 トロッコ型のライドは、映画の中でコビとトールが休むベッドをイメージしており、それぞれ7人のコビの名前が彫られている。映画における各コビの性格などについては、白雪姫を参照のこと。白雪姫の願いは、ディズニー映画、白雪姫をモチーフにしたライド型アトラクション。鉱山鉄道を走るコビのベッド型ライドに乗って、同作の物語をたどる。各ライドに、 箱人の名前がついている。白雪姫の視点を体験する設定で、お化け屋敷のような雰囲気を持つ内容になっている。当初は、白雪姫が全く出てこなかったが、1983年の改修で白雪姫が登場するようになった。ただし、白雪姫の視点で作られているというライドの基本構造に変わりはない。なお、フロリダ版、東京版とは、 順序が異なる。再現されているのは物語の途中までで出口のところに巨大な絵本があり、そこで王子と白雪姫はその後幸せに暮らしましたという説明がなされている。元々のアトラクション名は白雪姫の恐ろしい冒険であったが2021年のリニューアルに伴いタイトルを白雪姫の願いに変更。エンディングも ハッピーエンドになるようになっている。白雪姫の恐ろしい冒険は、ディズニー映画、白雪姫をモチーフにしたライド型アトラクション。鉱山鉄道を走る小人のベッド型ライドに乗って、同作の物語をたどる。各ライドに、運びとの名前がついている。白雪姫の視点を体験する設定で、お化け屋敷のような雰囲気を持つ内容になっている。当初は、 現在の東京版とほぼ同内容のもので白雪姫は登場せず、物語も最後まで描かれていなかったが、1994年のリニューアルでアトラクションの最初と最後に白雪姫が付け加えられ、王子様が白雪姫にキスをして救う、ハッピーエンドのシーンもきちんと再現されるようになった。また、その回収の際に定員が4名から、 現在の6名に変更された。2012年5月31日、プリンセスのフェアリーテール、ホールの解説に伴いクローズ。白雪姫と七人の小人は、ディズニー発の長編映画、白雪姫をモチーフにしたライド型アトラクション。鉱山鉄道を走る小人のベッド型トロッコに乗って、同作の物語をたどる。白雪姫の視点を体験する設定と、 お化け屋敷のような雰囲気は他のパークと共通しているが、このパークのみ明確なハッピーエンドを示す明るい演出が一切存在せず、雷雨の中、小人たちに追い詰められた魔女が高笑いしながら、小人たちに岩を落とそうとするシーンで終わってしまうという後味の悪いものになっている。また、他のパークに比べて魔女が特有の形で頻繁に出てくる絵、 唯一、白雪姫が登場する、小人の家以外のシーンでは、BGM と言えるものが一切ないなどと不気味な、表現や演出を重視した結果、他のパークと全く異なり、一層恐怖を彷彿させる、演出となっている。これはもともとこのパークにおける、このアトラクションがオープンする際に、 お化け屋敷の位置づけで直接導入されたという経緯があるためだが、アナハイムとマジック・キングダム版にあるアトラクション名称の現代にあったスケアリーという単語が入っておらず、日本語版の名称も原作アニメの現代の直訳となっているため、内容が明確に伝わりにくくなっている。白雪姫と七人の小人は、ディズニー映画、白雪姫をモチーフにしたライド型アトラクション。 高山鉄道を走る小人のベッド型ライドに乗って、動作の物語をたどる。各ライドに、運び人の名前がついている。白雪姫の視点を体験する設定で、お化け屋敷のような雰囲気を持つ内容になっている。東京ディズニーランドにある同名のアトラクションと、ほぼ同内容のアトラクションだが、東京ディズニーランドのものが、物語の途中までしか再現されていないのに対して、 ディズニーランドパリのものは、マジックキングダムと同様に、王子様によって助けられる物語の最後までが再現されている。なお、1983年リニューアル後のディズニーランド版と同じものであるため、フロリダ版、東京版とは順序が異なる。ありがとうございます。